準備はええか？よかったら始めるで。どうも、山上です。さあ、今日ははるかちゃんのプリンセスリーグ決着をつけましょうや。お願いします。第3ラウンドだ。ほな、始めようか。はい。新しい曲？新しい曲だよね。頑張ろうね。こんなんじゃないと、ロンリネス、なんだっけ、2曲目。ロンリネスポイズンみたいな、ポイズンなわけないね。指切りしたあの日、思い返してる。うまい、うまいよ、はるかちゃん、いいよ。どうやったらこんな透明感のある声が出るんでしょうかね。前世で何か徳を積んだのかい。積んだな、こりゃ。うん、いい曲、爽やかで。やっぱ聴き入っちゃうな。なんて曲これ、聴いてなかったな。君がいるならって、なんだろう、ちゃんと歌詞を知りたいな。キリュウちゃんに向けてのラブソングだったらとても嬉しい。こんな大人っぽい。ああ、何、バレエ、バレエも習ってた？習ってないよね。すごい。ああ、やばい。アイドルってそう考えると大変だな。いろんなジャンルのダンス歌って踊れなきゃいけないんだもんね。何よりすごい人種だよ。ほら、これリズムゲームがマジで苦手でさ、3連敗しちゃうプレイヤーの人ってどうなっちゃうんだろうね。どうなっちゃう。さすがにそこまで無慈悲じゃないのかな。山上はなんとかなんとか、ほら、なんとかなんとか2連勝できていますが、 T セットに。よいしょ、 OK です。悪ない動きやったわ。はい。いや、これだけね、これだけスペックがあるならもう勝てるでしょうよ、Tセットさんよ。とうとう仕上がったな、はるか。おい。ええ、素晴らしい吸収力。私はスポンジです。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。おい。ありがとうございました。そういえば、今日、秋山さんは？ああ、山浦。気になりますか？あのイケメンが。やん。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた。大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。買収されかけてるとは言えないな。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか。せやね、私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。よいしょ、3曲目のレッスンも終わりました。プリンセスリーグファイナルラウンドは確か第2ラウンドまでの結果が影響してくるんだよね。じゃあ2連勝してる私も勝ち確じゃない。私は今まで2勝してるから、今回は有利な状態からバトルを始められるはず。うん、アドバンテージを生かして頑張らないと。大どんでん返しがある方が視聴者は喜ぶだろうけど、私は3連勝しちゃいましょう。さあ、ファイナルラウンド行く前にやることがあるよね。そうだよね、師匠のところに行って修行を受けたいと思います。ようこ、久々のようこ。こんなんじゃないと、ロンリネスなんだっけ、2曲目のタイトル。ロンリネス、1曲目と2曲目、3曲目、みんなはどれが好きですかね。山上は結構2曲目が好きでしたね。
ピントが合わないってやつ、通じる？この音程の取り方で通じる？いいな。歌うまいのってさ、遺伝って言うよね。お父さんお母さんが歌うまい人はうまいみたいな。だからミーシャのお父さんお母さんってすげえ歌うまいんだろうね。はい、到着です。ようこさん。あら、お芋ちゃん、美の形を学ぶために来たのかしら。お願いします。はい、お願いします。ファイナルラウンド目前なんです。いい心がけね。それじゃあ早速だけど、あんたのそれ私服？はっきり言って地味よね。そうですか。お気に入りなんですけど、シンプルイズベストです。お芋ちゃん、芸能人っていうのはね、見てくれる人に夢を与える職業でしょ。はい、そうだね。ブランドものゴリゴリに着てた方が夢あるなって思うよね。だったらプライベートも油断しちゃダメ。誰が見ているかわからないものよ。確かにそうかもしれません。でもどうしたら。私は何もブランド品を身につけろと言ってるわけじゃないの。違うんすか。ただ悲しいけど、人っていうのは外見で中身まで判断する生き物よ。だからお芋ちゃん、正しい身だしなみを学んで品性を感じさせる女になりなさい。じゃああなたの髪型は合ってるんですか。はい、はい、わかりました。そこら辺は余すことなく語った著書が本か。好評発売中よ。本屋に行って探してらっしゃい。え？え？もらえないんすか。当たり前じゃない。目の前の客を逃す目の前の客を逃すほど甘い女じゃないわ私。あんたの本か。それにあの本を読めばお芋ちゃんの魅力が大幅にアップすることは間違いないわ。そう考えれば安いものでしょ。ほらほら、文句言ってないでさっさと行ってきなさい。陽子さんの本、きっとすごくためになることが書かれてるんだよね。大きい本屋が蒼天堀通り東にあったはず。確か仮道楽の向かいだったかな。まずはそこに行ってみよう。説明ありがとうね。うわ、陽子さんの本を。いるよね、こういう大学教授。いない？授業で使うから私の著書を買いなさいみたいな大学教授においくら万円取られたことか。なんだお前、うイベントが始まった。美を追求する女いいぞいいぞ女。もうだから言うたやん、売り切れとか最悪やわ。ごめんなさい。ごめんな。いくら半額セール中言うても、まさか陽子の本が売り切れるとは思わへんし。陽子の本、まさか売り切れでっか。やっぱり売り切れちゃったか。どうしようかな。半額セールって言ってなかった？もう叩き売りされてんじゃん。売れてないのかな。そういえば岩尾橋の向こうにも、うん、新古書店があったよね。あのお店ならもしかしたら売ってるかも。キャッスルタワーみたいな本屋さんがあったな。はいはいはい。ダンスバトルとかもういいよね。あれだけゲージマックスだったら負ける気がせんのよな。あとは私が本番で緊張せずにダンスをするだけ。これだよな。これ本屋さん、うん、新古書店。そういうことか。ブックオフ的な。陽子の本売られてんのかな。よし、ここで陽子さんの本を探してみよう。まあ仕方ないな。新品が手に入らないなら中古で我慢しよう。美容コーナー。はあ、ここもダメ。他に本屋さんはないし、一度陽子さんのところに戻ろう。うわ、なんだ、入荷もされてないのかな。売り切れでしたよ。よ、さすが師匠、あなたの本はなかなか手に入りにくい。プレミアもののようだ。はいはいはい。修行2回ぐらい受けないとダメなんだよな、ファイナルラウンドの前に。あらあら、お芋ちゃん、目的のものは手に入ったかしら。それが本屋さんを探し歩いたんですけど、どこも売り切れちゃってて。よ、社長。あら、そう、私もまだ捨てたもんじゃないわね。片方セール中で、もう片方は古本だったって言わない方がいいよね。言わない方がええ。そう、それで本を手に入れるあてがなくなっちゃったんですけど。もう仕方ないわね。私の手持ちの分はあげるわ。サイン入りにしてくださいよ。ありがとうございます。もちろんただというわけにはいかないわ。そうね。そういえばちょっと小腹が空いたよね。私の好物マグタコで。こんな子におごらせますか。私の好物のマグタコでもおごってもらおうかしら。たこ焼きですか。たこ焼きならお芋ちゃんでも買えるでしょ。はい、わかりました。お買い物に行ってきますね。あ、ちょっと待って、たこ焼きは16個入り、そこんとこよろしくね。結構食べますね。美のカリスマがいいんですか。粉物、はい、マグタコ。お使いだな。でもこういうお使い結構楽しいよね。龍が如くって感じがして、あちこち、お、相方がいる。マグタコ16個、マグタコ16個、忘れないように。はい、うんうんうん、16個。
750円。750円か。うん、まあ、うん。古本屋で買えればもっと安く済んだな。おおきに。はーい。よし、じゃあ陽子さんのところに戻りまーす。はい。あの。陽子さん、たこ焼き買ってきました。あら。あら、お芋ちゃん、どれどれ？そうよ、これこれ、お芋ちゃん、たまにはやるじゃない。言われた通りにやっただけです。それじゃあいただくわね。ふんふんふん。ふう、ごちそうさま。じゃあこれが約束の本ね。ありがとうございます。ふむふむ。なるほど。どうやらお芋ちゃんの成長に役立ったようね。はい。すごいんですね、陽子さん。この本を書いたのが今、目の前にいる人だとはとても想像できないですよ。いや、持ち上げるのうまいね。さすが。褒められてるのか、けなされてるのかわからないけど、とりあえず、ありがとう、褒めてますってば。美の形をこれからも学びたいなら、また私のところに来なさい。オッケーです。はい。クライマックスゲージが半分まで上昇、もう半分を上げねばならんな。本読み終わったなら古本屋に売りに行かないかい？え、持ち物に増えてたりすんのかな？アイテム。ああ、持ってるわけじゃないんだ。じゃあ売れないね。よし。じゃあもう一回修行を受けて。あら、お芋ちゃん。はい。修行お願いします。修行というかお使いですけどね。いい心がけね。それじゃ早速だけど。あんただいぶ綺麗になったわよね。まあね。それほどでも。あんたリアクションがピュアすぎるわ。お世辞よ。お世辞かーい。まあ、はるかちゃん元から綺麗だからな。振り幅が少ないよな。まあ、ちょうど折り返し地点、半人前ってところかしらね。修行そんなにあるのか。まだまだ先は長そうですね。それにしても寒いわね。寒いですね。こう寒い日が続くと髪が痛むのよ。ほら、お芋ちゃん。あんた髪がボサボサじゃない。そうか、見てくれよ、このキューティクル。え？そうですか？修行折り返し、修行何個あるんだろうか。今日修行だけで終わっちゃうなんてことあるか？ちょっと何？あんたちゃんとヘアケアしてんの？はい、はい、人並みには、うん、前にも言ったでしょ？あんたは表舞台で光を浴びる側の人間、身だしなみには気を使いなさい。はい、そうでした。お芋ちゃん、私の行きつけのサロンに行ってらっしゃい。え？髪を切るってことですか？違うわよ、トリートメント。私担当の美容師がいるから美髪にしてもらいなさい。私好みのイケメンだからすぐにわかると思うわ。やだ、イケメンに髪触られるってドキドキするよね。お店はどこに？そうね、小福町ね。ヘアメッセージラブソングよ。だっせー名前。あんたの芸能事務所がある通り沿いにあるわ。わかりました、知らなかったな。行ってみますね。あ、言い忘れてたけど、お店に行くなら最低2万は持って行きなさい。2万？いえ、嘘でしょ。まあ、あるけども。56万持ってる。若手のアイドルですけども。じゃあ、トリートメント行くか。ラブメッセージ。あれ？美容院が見つからないじゃない？通り沿い。あ、あったあった。ヘアメッセージラブソング。トリートメント。ここが陽子さんに教えてもらったお店だよね。わかりにくい看板出しおって。うわ、後ろの店生ビール一杯190円だって。後で行こう。お金もバッチリだし、入ってみよう。あれ？でもトリートメントは6000円って書いてある。あん？陽子さんの言ってた2万円は必要ってどういうことなんだろう。陽子さんへのマージン代じゃない？ちょっと、うわ。いらっしゃいませ。こちらにご用ですか？イケメンがいると聞いてきたんですが、あなたですか？スタイリストの陽子さんを担当されてる美容師さんっていらっしゃいますか？はい。はい。僕ですよ。陽子、こういう感じがタイプなの？ええそんな驚いた顔してどうかしました？いえ。いえ。なんでもないです。イケメンと聞いてきたんですが。まあいいか。陽子さんから話は聞いてます。さあ、こちらへどうぞ。トリートメントしてもらって。はい、終わりましたよ。お会計は2万円になります。え？あれ？トリートメントは6000円じゃ。ん？え？陽子さんから聞いてません？このオリジナルシャンプーとトリートメントも渡してくれって話でしたけど。あー、ホームケア用品ももらえるの？あー、はい。じゃあこちらでお願いします。不満そう。え、6000円で残り1万4000円。え、シャンプーとトリートメントどっちも7000円ってこと？ありがとうございました。7000円ってどんだけ？いや、どんだけ？絶対ボラれちゃったけど、まあ、いっか。2万円が必要ってこういうことだったのか。それにしてもね、このシャンプーとトリートメント1本7000円ってすごく高い。こんなの聞いてませんって、陽子さんのところに戻って文句言わなきゃ。うわ師匠に文句言おうとする。いいぞ、いいぞ。それぐらい負けん気が強い方がてっぺんを取れる。あの、
陽子さん、どういうことです？シャンプーとか買うなんて聞いてませんよ。あら、ちゃんと買ったのね、おいもちゃん。お買い上げありがとう。てめえの、貴様のプロデュース商品か。ありがとうってどういうことですか？もう、はるかちゃん弟子というか、カモだな。おいもちゃん気づいてないの？シャンプーのボトルをよく見てみなさい。ボトルですか？ああ、陽子、プロデュース、そうよ。私の知識を凝縮したスペシャルなシャンプー&トリートメントなのよ。くっそ、ちょっとしゃくれてムカつく。あんたは髪がツヤツヤに潤い、私は懐が潤う。素晴らしい共存関係じゃない。まさに理想の指定ね。この野郎。そういえば私おすすめの店員はどうだった？イケメンだったでしょ？いや、右田さんの方がイケメンでした。サロンの店員さんって思わず驚いちゃった。アフロでスーツの人だよね。ええ、陽子さんにお似合いの個性的で素敵な方でした。でしょ？でもダメよ。あの人は私が目つけてんだから。はい。はい、大丈夫です。美の形をこれからも学びたいならまた私のところに来なさい。修行続くな。ちょっと今日修行全部受けちゃっていいか。いいよな。ファイナルラウンド目前だから、ひー、あーひー。残りの修行も受けちゃおう。あし。はい。どう？今までの経験でだいぶ意識が変わってきたんじゃない？はい、そうですね。以前はあまり興味がなかったことも知ることができましたし、少しは女性として魅力的になれたのかなって思います。言うじゃない。なら試してみない？自分の本当の実力を。本当の実力？今のままの姿でこの場所に行って歌ってきなさい。どう？え？そしてどう感じたか私に伝えなさい。お？お。とりあえず歌って踊ればいいんですか？お化粧もせずにいいですか？すっぴんでそれ！若さってすげえ。ええ、そうよ。そうじゃないと意味がないの。わかりました。行ってきます。ライブをやるのは、はい。コインパーキング。コーミアン、はい。駐車場行くか。ライブすりゃいいだけだな。よし。よしよし、サクサクと修行進めよう。コインパーキング？陽子さんが言ってた場所ってここだよね。本当にこんなところで歌うの？何よこれ、ステージのつもり？あれ？髪が落ちてる。これは陽子さんのメモ。用意周到だな。おいもちゃんへ、あんたのことを誰も知らないその場所で歌ってみなさい。ライブが終わった後、その場を大盛況にすることができたなら私に報告しに来なさい。 PS、 そこに置いてあるビールケースの上で歌うように。ビールケースの上ってダンスもできないってこと？歌のみ。なんだなんだ、出し物でも始まるのか？誰だ貴様。ええ、何かやるんだったら早くしてくれよ。すごい、もう興味持ってくれてありがとね。やるしかないのか。ためらってる場合じゃない。自分を信じてやってみよう。頑張れ。ダンスなし、歌。あー、マイク持っちゃって。もうすでに大盛況ではこれね。え、あ、久々のこんなんじゃないですね。いいですね。はい、もう出しちゃおう。はいはい、すごい人気。歌だけでこれだけ人が集まるってすごいことよ。はるかちゃんが誰も知らない状況ってさ、テレビ見てれば知ってんじゃないのか。私のことよ、みんなどうなんだよ。もう慣れたもんだぞ、はるかちゃん、任せな。あ、やべ、くっそ、フルコンボだどんがいかなかったどん。ビールケースの上で立って踊るなんて。アイドルは羞恥心があったら務まらないわね。さすがよ。うい、大盛況と言える？ありがとうございました。後ろにバックダンサーがいるじゃねえか。おーおーおー、すごいすごいすごい。ハッピーの人がいなくてもこんな盛り上がってくれてよかったぞ、姉ちゃん。すっかりファンになっちゃったぜ。あ、ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。よし、すごくいいライブができた。
これなら陽子さんに報告しても大丈夫だよね。よく頑張った、よく頑張った陽子に褒めてもらいに行こう。グループならまだしも、はるかちゃんソロで日本ドームを埋める、最近ないよね。ピンのアイドルっていうの、一人で活動してるアイドル、昔はよくいましたよね。はい、ただいま陽子さん、お疲れ様。いい顔してるわね。はい、すごく不安でしたけど、うまくできたかなって思います、ね、告知もせずファンもいない場所で歌ってみて、何か感じることはあった？はい、今まで積み重ねてきたことは無駄じゃないって証明したいと思ったんです。でも人を引きつけるのはすごく難しいことだと感じました。そうね、でもあんたはそれを乗り越えた。お芋ちゃんが今まで上がってきた舞台はアイドルであるあんたのお膳立てをするためのいわば作られた舞台。でもそこに乗っかっているだけじゃいつか限界が来て行き詰まる。だからお芋ちゃん、これからはあんたの立つ場所があんたの舞台だと言われるような人間になりなさい。おお、私が立つ場所。はい、はい、わかりました。うん、おうおうおう、なるほど。アイドルヒート使用回数が増加しました。あざまるです。はいはい、アイドルヒートバンバンに出せるんだね。うんうん、さ、これで私の美の形は全てあんたに伝えたわ。お、修行終了。うー、今までありがとうございました。え、終わりですか？そうよ、もう教えることはないわ。これからは自分なりの美の形を追求していくことね。はい、はい、ありがとうございました。別にいいわよ、私も半分自分のためにやってたようなもんなんだから。自分のため？そうよ、前に少し話したでしょ。あんた、私が目をかけてたけど育てきれなかった子に似てるって。お芋ちゃんに教えてるとその子に教えてる感じがしてね、少し心が救われるのよ。ごめんなさい。ごめんなさい、あんたを利用したみたいな言い方になっちゃったわね。あの、いえ、あの、その目をかけていた子と陽子さんの話、もう少し聞かせてもらえませんか？陽子のこともっと知りたい。そうね、正確には目をかけてたというか、共に夢を語り合った仲って感じだったわ。私もその頃は若く、その子とも同世代だったしね。これはパクミレイではないのか？まだお互いに駆け出しだったから、二人でいつか頂点取ってやろうって約束して意気込んでたの。うー、若いね。最初は生活が苦しかったけど楽しかった。でもある日、大御所アイドルのスタイリストに私が大抜擢されて、そこから変わっていったの。私はそのチャンスをものにして一躍有名スタイリストに。仕事も一気に忙しくなったわ。でもその子は泣かず飛ばずのまま。差ができちゃうの辛いな。本来なら先に売れた私がその子を引っ張って後押ししてあげるべきだったはず、でもあの頃の私はそれができなかった。自分のことで精一杯だったし、忙しさのあまり昔の約束も忘れてしまった。そして私が仕事に忙殺されてる間に、その子はひっそりとステージを降りたの。夢諦めちゃったのか。そんなことがあったんですか。何度も後悔したわ。なんであの時あの子のことを考えてやれなかったのか。あの子に何もしてやらなかったのか。私はノイローゼ状態になって、わ、スタイリストの仕事に嫌気がさしたの。そしてスタイリストを辞めた。そうだったんですか。控え室でお芋ちゃんに渡した衣装ね、その子のために作ったものなの。ずっと捨てられずにいたんだけど、あんたが来てくれてよかったわ。これで心置きなくスタイリストを引退できる。陽子さん、もったいないよ。あんたとやれて楽しかった。さて、用事もなくなったことだし、私もそろそろこの街を去ろうかしらね。引退とは言ってるけど、本出したりシャンプープロデュースしたり、小銭は稼いでいくんですね。猿、陽子さん、どこか行っちゃうんですか？そりゃそうよ、私そもそもこっちの人間じゃないもの。さて、帰る支度でも始めようかしらね。陽子さんにはお世話になったし、帰っちゃう前に何か私にできることないかな。おお、何をしてあげればいいんだ。花束でも渡す？寄せ書きとか。うん、話しかけてみる。あら、いつ帰っちゃうんですか？お礼をしに来ました。うん、はい、今日はお世話になったお礼をしようと思って。お礼？何言ってんのよ。お芋ちゃんみたいな青2歳が一丁前にお礼だなんて、2年くらい早いわよ。2年か、割とすぐっすね。あの、でも何かしたいんです。陽子さん、何か欲しいものとかありますか？ないわよ、欲しいものなんて。とにかく気なんか使わなくていいわよ。そんな暇があるなら芸でも磨きなさい。陽子さんに言っても教えてくれなそう。何をしたら喜んでくれるかな。そうだ、もしかしたら陽子さんのお知り合いのもみやまさんなら陽子さんの好みを知ってるかも。もみやまさんは、はいはいはい、
マッサージ屋さんに行けばいいんだね。いや、それより元彼の右田さんに聞いた方がいいんじゃないか。元彼っつってたよね。ねえ。しょうがない。もみやまさんにヒントを聞きに行こう。もみやま、もみやまいるか？もみやまさん立ってるじゃねえか。いや、お久しぶり。あら、あなたは確か陽子ちゃんとこの沢村遥です。ご無沙汰しています。どうしたの急に。もしかしてまた僕とダンスバトルを？ふふふ。いいえ、そうじゃなくて陽子さんへのプレゼントを考えたくて。プレゼント？はいはい。陽子さんにはお世話になったからそのお礼をしたいんですが、何を送ればいいのかわからなくて。それで陽子さんのお友達のもみやまさんなら何か好みのものとかわかるんじゃないかと思って伺いに来たんですけど。やっぱり思いつきませんか？いや、というよりはもう受け取ってると思うんだよね。プレゼントを。お？どういうこと？君、陽子ちゃんが目をかけていた子のことは聞いてるでしょ？はい。はい。陽子ちゃん言ってたよ。君はその子に似てるって。君に教えてると後悔だらけの自分の心が救われる気がするって。君という存在、君の頑張る姿、それが陽子ちゃんにとって最高のプレゼントになったんじゃないかな。私が頑張ることがプレゼント。うん、君、その子が着るはずだった衣装でライブをしたんでしょ？それもきっと陽子ちゃん嬉しかったと思うよ。そうか、私にできることは歌うこと。陽子さんのためにあの衣装を着て歌を送るのが一番いいかもしれない。そうね、そうね、いいじゃない。もみやまさん、ありがとうございます。いいプレゼントを思いつきました。そうかい、それはよかった。こんなキモいおっさんでもキモいおっさん自覚あるんすね。まだ役に立つことがあるんだね。もみやまさんはキモくなんかないですよ。急がなきゃ。それじゃ失礼します。優しいな。あーっと、はるかちゃん、どうしてそんなに急ぐんだい？何か用事でもあるの？陽子さん、もうすぐここを離れるそうなんです。だからその前に早くお礼をしないと。陽子ちゃんがここを離れる。はいはい。だから急がないと。それじゃ失礼します。急げ急げ。まったく世話のかかるやつだね。お、もみやまさん、何か一肌脱いでくれんのか？私にできることは歌うこと。陽子さんに歌をプレゼントしよう。いいと思うよ。バカみたい歌ってあげる？なあなあ。まあバカみたいもある意味お別れの曲だからね。あ、まだいるじゃん。いるじゃん、いるじゃん。陽子さん、ライブしましょうや。あら、お芋ちゃん、どうしたの？そんなに慌てて。もう教えることはないわよ。いえ、今日は陽子さんにお礼をしようと思って。お礼？いいっていいって、気持ちだけで十分よ。変に気を使わないでちょうだい。いえ、それじゃあ私の気が済みません。それにきっと陽子さんも気に入ると思います。頑固なのは桐生ちゃん譲りだ。準備します。ちょっと待っててください。お、あの衣装を着て。うん、いや、もうかわいい。わ、かわいいね。青空の下だとさすがにもう、お芋ちゃん、その衣装、街中でこの衣装は結構勇気がいりますよ。ああ、かわいい。私にできるのは歌うことだけです。だから今日は陽子さんのためだけにこの衣装で歌を送りたいと思います。この服を着るはずだったこの分まで私が頑張りたいと思います。お芋ちゃん、陽子さんに教わった成果をお見せします。聞いてください。わあ、師匠、こんなんで。いや、街中で、こりゃすごいな。 SNS が発達してる時代だったら結構バズってるな。うわぁ、陽子さん最前列で聴いてくれてる。うい、あなたに捧げますこの歌を。ピンク似合うね、はるかちゃんはね。布地がやっぱりもうボクサーパンツだもんね、そのパンツの丈は。アイドルヒートどんどん使っちゃおう。もう出し惜しまぬ、我出し惜しまぬ。ヒールでこんなに踊れるってやっぱアイドルすごいな。ヒールで階段降りるのも辛いのにね。はいはい。タタタタタダンダン。なんか今日ハッピーの人少なくない？そんなことない。もっとシャイニー。完璧じゃない？
かわいいよ、はるか。ティーセットもこんな時代あったのかな、路上でライブパフォーマンス的な。あ、やべ。いや、ティーセットは思い出したな、勝谷直樹のことを。ティーセットは、まあ、ティーセットは知らないんだろうな。大阪芸能。あ、お疲れ様。まだまだ荒があるわね。でもとても魅力的だったわ。もうお芋ちゃんなんて呼べないわね。お芋卒業ですか。よかった。陽子さん、今までありがとうございました。私これからも陽子さんに教えてもらったこととこの衣装を大切にして頑張っていきます。ええ、頑張って。そしてもっともっと大きな舞台でその衣装を着て踊るあんたを私に見せてちょうだい、はるか。はい。はい、初めて名前で呼んでくれましたね。何よ、悪いって。訂正よ、訂正。やっぱりあんたはお芋ちゃん。私から見たらいつまでもお芋ちゃんよ。陽子さんってば。さて、じゃあ私はそろそろ行こうかしら。最後にあんたが、彼の着る。え？彼の着るはずだった衣装を着て踊るところが見れて嬉しかったわ。彼？はい。はい。ん？え？彼？陽子さん、今彼って言いましたか？え？ええ、そうよ。あんたが彼の、何、怖い。アイドル目指してたのって、まさかもみ山だったりする？ええ？陽子さんが目をかけてた子って女性じゃなかったんですか？何よ。一度もその子が女だなんて言ってないでしょ。まあ、言ってないけども、それにその衣装、どう見ても男物じゃない。いえ、どう見ても女物だと思いますけど、あんたスタイリスト向いてないよ。はぁ、感性が古いわね、お芋ちゃん。そんなんじゃこの時代生きていけないわよ。まあね、ジェンダーフリーとか言いますしね。もっと偏見にとらわれずに物事を見つめなさいな。すいません。陽子さん。もみ山と元彼。あ、右田さん、お久しぶりです。そうだ、右田さんは確か陽子さんの昔の恋人なんだっけ。右っちって呼んでた。陽子さん、ごめん、俺が悪かった。お前かーい、お前だったんかい。なんだよ、マジかよ、右田さん。勝手にアイドル辞めたりして陽子さんが気がつい。ああ、まさかの展開。ちょっと待って、嘘でしょ。一本取られたぜ。勝手にアイドル辞めたりして、陽子さんが傷ついてるのも知らず、右っち。え？アイドル？辞める？右っち。やだ、ちょっと、何？で、付き合っても、あ、やだ、抱きついてる。三木田さん、どこに抱きついてる？もう腰に、陽子さん、右っち。全く話についていけない。ああ、君知らなかったんだ。陽子ちゃんが目にかけてた子ってね、あれ右田さんなんだよ。ごめんよ陽子さん。私の方こそ悪かったわ。一緒にトップになるっていう約束も忘れてあなたをほったらかして、うえーん。目が点で。でも陽子さん、前に右田さんのことを見てた時、右田さんを過去の恋人だったって。まあ、あの二人は恋人みたいなもんさ。互いに必要とし合い認め合っている。そういう意味では恋人以上なのかもね。あ、やだ、本当に付き合ってたわけじゃないの？もしかしたら本当に恋人関係なのかもしれんけど、若いっていいですね。僕はとっても羨ましく思うな。そんな目で見ないの、はるかちゃん。もみちゃん、ありがとう。もみちゃんが連れてきてくれたんでしょ？ああ、陽子ちゃんがここを出るって聞いてね、どうせまた二人のことだから直接会ってないんだろうなと思ってさ。まあ、その話を教えてくれたのはこの子だから、礼を言うならこの子に言ってあげて、ぐふふ。はるか、ありがとう。おかげで付き物が取れたようなすっきりした気分よ。私からもありがとう、はるかさん。いやー、右田さんがこの衣装を入るとは思えないけど、若い頃はそうだったの？細身の美少年だったりしたのかな。しかし、まさか遥香さんが陽子さんと知り合いだったとは、これも何かの縁ですね。私もびっくりしました。まさか右田さんがそのアイドルだったなんて。過去の話ですけどね、私は結局その競争から逃げ出してしまった。陽子さんは荒波の中で頑張っていたのにね。
ヒューヒュー見せつけんじゃねえか。でもね、アイドルとしては失敗したけど、違った立場からでも人を喜ばせたり笑わせたりできればとずっと思っていたんです。はるかさんを招いてイベントをやったりしているのは、実は私のそういう思いの憧れだったりするんですよ。アイドルから商店街の会長さんへ華麗な転身ですね。右田さん、そうだったんですか。だからこれからもアイドルになれなかった私の代わりにステージで幸せを振りまいてください。そうね、そうよ。あんたの衣装とあんたという存在には右っち5本、右田さんと私の思いが詰まってるんだからね。はい、陽子さん。はい、私お二人の分まで頑張ります、うん、いい返事ね。そしていい表情をするようになったわ。私はこの街を去るけれど、本当に去っちゃうの？右田さんと幸せに暮らせばいいのに。頑張るのよ。右田さんに迷惑かけたら遠くからあんたを呪い殺すからね。はい、はい、陽子さん、ありがとうございました。じゃあね、お芋ちゃん。うん、はるか。わあ、教えをマスター。常にクライマックスヒートを発動できる状態になりました。どういうこと？常にクライマックスヒート以降。あ、なるほどね。もうクライマックスゲージは消費しないのか。ありがとうございました。いや、よかったよかった。修行が完結できましたと。うー、まさか修行の物語がこんなに長いことになるとはな。いや、どうしよう。今日は修行で終わりにしてもよろしいだろうか。さあ、次回こそプリンセスリーグファイナルラウンドに挑みたいと思います。待ってろよ、Tセット。はい、ご視聴ありがとうございました。